彼の肖像が描かれた銅カレオン六世、ソフォス、または、フィロソフォスは、東ローマ帝国マケドニア王朝の第二代皇帝。中世ギリシア語読みでは、レオンとなる。ソフォスは、賢者を、フィロソフォスは、哲学者を意味するあだ名である。マケドニア王朝のカイソバシレオス一世と、彼の二人目の妻のエウドキア・インゲリナとの間に、生まれた。しかし、 エウドキア・インゲリナは867年に、ミカエル3世が、バシレオス1世に暗殺されるまで、ミカエル3世の愛人であった。そのため866年に生まれたレオーンと、867年に生まれたステファノスは、ミカエル3世の息子である、可能性を否定できない。こうした噂はすでにレオーンの出生直後から広く、ルフしていたようである。 なお兄のコンスタンティノスは、バシレイオス一世の最初の妻であるマリアとの間に生まれた子供である。これが事実だとすれば公式上、バシレイオス一世の子孫となっている、レオーン六世をはじめとするマケドニア王朝の幾人かの皇帝たちは、実はミカエル三世の子孫であり、アモリア王朝の血統は1056年まで存続したことになる。870年には、 共同皇帝として退官された。872年頃には一時遊兵されていたフォティオスが召喚され、レオン・ラ・バシレオス一世の息子たちの家庭教師となった。本来、レオンは権力の座に就く予定はなかったが、879年に後継者であった兄、コンスタンティノスが没したためレオンがバシレオス一世の後を継ぐことになり、882年に 母親のエウドキア・インゲリナの一族のテオファノと結婚した。しかし、テオファノと結婚した直後に、母が没するとバシレオス一世とレオンの関係は、急速に悪化した。そして883年には、無本の疑いをかけられて、後継者の地位を剥奪され、宮殿内の一室に886年7月まで3年、あまり幽閉されていた。レオンが幽閉された要因。 そして復権できた要因についてはなお定説はない。レオンが復権した直後にバシレイオス一世が崩御したため、その権力を継承した。すぐに彼は当時コンスタンティノポリス総主教に復帰していたフォティオスを更迭し、弟のステファノスを総主教に任命した。レオン六世の知性は、前半はレオンの復帰に尽力したスキュリアノスザウツェスが、 実験を振るったとされている。彼は、レオーンの愛人で後に二人目の妻となったゾエ、ザウサイナの父親である。レオーンは、後に、彼にバシレオパトルの地位を創設して与えた。ただし最近の研究によると、ステュリアノスの権力は、従来想定されていたほど強力なものではなかった、ようである。899年に、ステュリアノスが没死。 ザウツェス一族が失脚すると、それに代わって、ザウツェス一門の陰謀を通報した宦官のサモナスが、実権を握った。彼は当時東ローマ軍で重きを成していた、アンドロニコス・ドゥークスと対立した。アンドロニコス・ドゥークスは、バグダードに亡命したが、この事件には、サモナスが関与していたとされている。なお、アンドロニコスの息子のコンスタンティノス・ドゥークスは、後に復帰している。 レオーンはフォティオスを追放したものの、少年時代にその教えを受けて、多方面にわたる学識を身につけており、たくさんの天霊師や世俗誌、演説などを残した。また、首都の商工業者の組合に関する、法令集、総督の書や6世紀のユスティニアヌス一世が、編纂させた、ローマ法大全のギリシャ語改訂版である、 バシリカ法典などの法律書の編纂をもさせている。このように、内政面、文化面では功績を残した、レオーンだったが、対外関係ではいくつか失敗を犯している。893年に第一次ブルガリア帝国の、シメオン一世と改戦した。レオンは当時ドナウ川北岸にいた、マジャル人と同盟して、ブルガリアを攻撃したが、896年には、 ブルガロフィゴンでブルガリアに敗北して、毎年功能金を支払う条件で和平を結んだ。なおこの時マジャル人も敗走して、現在のハンガリー平原に侵入することになる。西方の領域でも敗北が続いた。888年には、ミラッツ沖で、イスラーム艦隊に敗北を喫した。902年には、シチリア島で事実上最後の拠点であったタオルミナが、 陥落した。また、英ゲ海の奥深くにまで、イスラーム艦隊が侵入して、各地を荒らし、904年には、帝国第二の都市、テッサロニキが襲撃され、多くの犠牲者を出した。イスラーム艦隊に対して、レオーン六世は、ヒメリオスを艦隊司令官に任じて、反撃を行わせた。ヒメリオスは当初大きな成果を上げるが、911年の、 クレタ島遠征は完全な失敗に終わっている。また907年には、キエフルーシの艦隊がコンスタンティノポリスを攻撃している。一方アナトリア半島東部では、帝国の領域をユーフラテス川の東側にまで拡大し、テマメソポタミアを設置した。レオンには長い間後継者となる男子が生まれなかったため、私生活の面でもトラブルを起こした。 最初の妻、テオファノが897年頃に病死すると、898年に、年来の愛人ゾエザウザイナと結婚したが、ゾエは、翌年病死。その後三度目の日エウドキュア・バイアナを迎えたが、レオーン自身が三度目の結婚を禁止する法律を、発布していたために、教会に反対された。901年にはエウドキアも死去。レオーンには未だに、 子供がいないままだったので、4番目の日であるゾエ、カルボノプシナを迎え、905年についに息子の、コンスタンティノスが生まれた。当初、側近で学友でもあった、総主教のニコラオス一世ミュスティコスは、コンスタンティノスの認知のみ承認することで事態を収集しようとしたが、レオーンが、ゾエとの正式な結婚に踏み込んだために態度を硬下させた。 その結果、ニコラオス一世は906年のクリスマス、及び翌年の神元祭では、レオーンはハギアソフィア大聖堂への立ち入りを禁じた。そのため、レオーン六世はニコラオス一世を解任し、自身の信任する、修道士エウテュミオスを公認とした。しかしこれはニコラオス派とエウテュミオス派の対立を、弱気することになってしまう。 912年5月11日に病により、崩御した。コンスタンティノス7世が、まだ幼かったため、バシレオス1世の代から、共同皇帝の地位にあったアレクサンドロスが後継者となった。ありがとうございます。